アティーク・ラヒーミー、または、アティック・ライミは、アフガニスタン・フランスの二重国籍を有する、小説家、映画監督であり、サンゲ・サブール、忍耐の石で2008年、コンクール賞を受賞した。また、本賞と2000年に刊行された、ハイトドは、ラヒーミー自身により、映画化された。アティーク・ラヒーミーは1962年2月26日、アフガニスタンの首都カーブルに生まれた。 母は小学校教員。父はパンジシール州の知事であった。父はバーミヤンに生まれたドイツ系アフガニスタン人でドイツ語系の高等学校に学んだ。父は新仏家でおじもフランス語を話した。1973年7月、病気療養のために国王ザーヒルシャーがアフガニスタンを離れた隙をついて、ムハンマド・ダー・ウートがクーデターを起こして国王を追放し、 共和制を宣言したとき、王統派であった父が逮捕され、2年半にわたって収監された。1976年にインドに亡命した父の下で8ヶ月過ごし、友人と共にインド各地を訪れた。この経験は彼の世界観を大きく変え、インド哲学、仏教、ヒンドゥー教に出会ったことで、宗教的イデオロギーを捨て去ることができたと語っている。母語と フランス語とのバイリンガル教育を行うイスティックラル高等学校に通った。早くからフランス文学、文化に親しんでいたが、きっかけは14歳の時に父の影響でペルシア語に翻訳されたビクトル・ユーゴのレ・ミゼラブルを読んだことであり、ジャンバルジャンに惹かれ40ページにも及ぶ下水道の描写に感動したという。また、カーブルのフランス文化センターに通い、 特にジャンリュック・ゴダールをはじめとする、ヌーベルバーグの映画、クロード・ソーテの映画、アラン・レネ監督の24時間のジョージに大きな影響を受け、後に映画監督としての道を歩むきっかけとなった。24時間のジョージの原作者、マルグリット・デュラスの作品との出会いは、作家活動のきっかけともなり、フランス亡命後、最初に手に入れた本が愛人であり、 ダマンを読みながら書き方を学んだとし、デュラスの簡潔な文体は、アフガン文化に育った私の精神に完全に一致するものであったと、その影響を認めている。カーブル大学に進んでからもフランス文学を専攻した。共産主義、親ソ連政策の下、検閲を受けて入手できない書物もあり、大学でカミュについて研究発表を行った時には、 共産主義青年委員会から呼び出しを受けた。大学卒業後は4年間の兵役に就くことが義務付けられていたため亡命を決意した。1984年10月22歳の時のことである。2000アフガニと母に渡された絨毯1枚だけ持って24人の仲間と共に9日9番かけてパキスタントの国境の山岳地帯を徒歩で越え、 ペシャーアワルにたどり着いた。在パキスタン物大使館で難民申請を行い、40日後にフランスに亡命した。1985年3月30日にフランスに着いた時、自分が外国人だという気がしなかったと繰り返し語っている。ウール県の難民受け入れセンターにつき、1200フランの手当を受け取り、真っ先にマルグリット・デュラスの愛人を買った。 フランスに到着してから政治難民として認定を受けるのに数ヶ月を要した。彼自身は文化難民だという。同年、2年前にカーブル大学で知り合った女性と事実婚。ルーアン大学に学び、さらにソルボンヌイコール・ヌーベル大学に進んだ。博士課程で映画記号学を専攻し、1993年に映画のフィンと題する博士論文を提出し、 博士号を取得した。この間、アフガニスタンでは、1978年に成立した人民民主党政権に対して、ムジャーヒディーンが放棄し、1979年にソビエト連邦が軍事介入。1989年のソ連軍撤退後、ムジャーヒディーンが攻撃を激化した。人民民主党員の兄が1991年に、 内戦下のカーブルで死去したことを知ったのは、この2年後のことであった。博士家庭終了後、ドキュメンタリー映画や宣伝映画を制作して、生形を立てた。独仏共同出資のテレビ局アルテでは、アブさん、ストリートアーティストなどに関する文化ドキュメンタリーのほか、ローマに亡命中のザーヒルシャーへのインタビューに基づく、政治ドキュメンタリーも制作した。一方で、 小説も書き始めていた。最初の小説はフランスに移住したアフガン難民の葛藤を描いたものだが未完のままである。1996年にターリバーンが政権を掌握した。第一子が生まれた年でもあり、いつか娘に故国のことを語ることになるだろうと思い、また彼なりに故国と和解したいと思い、アフガニスタンを舞台にしたハイトドの執筆に取り掛かった。 名誉、復讐などのアフガン社会の伝統的な価値と、家族でも、部族でも、宗教でもなく、アフガン社会に存在しない個人という概念の対立を描いた、この作品は、アフガニスタンの公用語の一つである、ダディー語で書かれ、2000年にフランス語訳が出版された。ラヒーミーはこれを機に、フレデリック・ベグベでの文芸評論番組、コント私で、初めてテレビ出演するなど、 メディアで取り上げられるようになり、ついで、ハイトドの映画化に取り掛かった。映画の撮影のために、アフガニスタンに戻ったのは、出国から18年後の2002年1月、タリバーン政権崩壊直後のことであった。同地では、撮影だけでなく、若手脚本家の指導に当たった。また、ベルナール・アンリレビと共に、若手作家支援のための作家会館を設立した。この延長として、 現在では、フランス・キュルチュールとの連携により、アフガニスタンの出版社に支援を提供している。映画、ハイトドの制作は、イランの映画会社が担当したが上映を断念したため、ベルナール・アンリレビがこの企画を引き継ぎ、彼の父、アンドレレビが創設した映画会社、アスの映画社が、配給会社となった。この作品は、2004年間の国際映画祭のある、 視点部門で上映された。なお、題名の、ハイトドは、老人、ダスタギールが紙タバコの代わりに、焦土と化した、アフガニスタンの土を、死者たちのトともに口に含む最後の場面から取られた、ものである。第2作、数千の夢と恐怖の家と、第3作、空想的回帰はいずれも、パシュト語で執筆され、それぞれ2002年と2005年にフランス語版が、 出版された。2008年に発表されたサン・ゲサブール忍耐の意志は、ラヒー・ミリーが初めて最初からフランス語で執筆した作品であり、同年、コンクール賞を受賞した。さらに、2013年に映画化され、同年のサン・ジャン・ドリューズ国際映画祭で最優秀作品賞と監督賞を受賞したほか、フランス各地で行われた複数の映画祭でノミネートされた。 サンゲサブールはペルシア語で忍耐の意思を表す。ペルシアの神話では、この黒い意思に向かって他人に言えない苦しみや悲しみを打ち明けると、意思はこれに忍耐強く、耳を傾け、その言葉や秘密を吸い取ってくれる。そして、この意思がある日、粉々に打ち砕ける。その瞬間、語り手は苦しみから解放されるという。小説、サンゲサブールでは、 戦場での乱闘で撃たれ、植物状態となって戻った男に対して、女が、これまで大忍んできた苦しみや恨みを、次々とぶつける。身内や、本人の残虐行為、裏切り、欲望、不義、強姦と、その語りはあまりにも露骨で、グロテスクであり、語る女自身がやがて反響欄に陥っていく。この作品には、夫に残殺されたアフガン女性詩人、 NA の思い出のために書かれた、この物語を MD に捧げる、アントナン・アルトーの言葉、体から、体を通して、体と共に、体に始まり、体に終わる、そして、アフガニスタンのどこか、または別のどこかでという3つのエピグラフがある。夫に残殺されたアフガン女性詩人、NA とは25歳のアフガニスタンの女性詩人、ナディア・アンジュマンのことであり、 ラヒーミーは2005年11月1日に韓国の映画祭に招かれた時にこの知らせを受け、3週間後にアフガニスタンで調査を開始した。月間にガソリンを注入して自殺を図った夫に刑務所病院で会った時、私が女性だったら、この男の傍らにずっといて、この男に何もかもぶつけただろうと思った。そして、これがサンゲサブールを書くきっかけになったという。 ヌーベルバーグの映画作家の精神的父親として知られる映画批評家アンドレ・バザンの映画は世界に開かれた窓であり我々の眼差しの代わりであるという言葉に映画制作の方向性を見出したというラヒーミーはアフガン文化においては主体は存在しない見るものは存在しない眼差しは存在しない見るものの意識が存在しないからであるとし サンゲサブールでは主体としての女性、身体としての女性、見る者としての女性、そして女性の眼差しを通して見る世界を描こうとしたという、アフガンの女性は抑圧されていると言われる。確かに社会から咎められたり禁止を受けたりしているが、他の女性と同様に一つの体であり、この体には欲望があり、夢があり、幻想がある。 外の世界でブルカを着ている女性はシルエットに過ぎず、他の女性と区別がつかないが、うちの世界ではブルカを脱ぎ、そして自由に語るのだ。ラヒーミーはまた、フランス語で書いた理由について、母国語では、口にすべきではない言葉を内在化し、無意識のうちにそういった言葉を口にするのを自らに、禁じてしまう、すなわち、自己検閲してしまうのに対して、フランス語なら、 登場人物の内面に入っていくことができるし、体について語ることができる、母国語以外の言葉で書くのは解放であり、喜びであると説明している。ラヒーミーは、自らの宗教について、自分の弱さを理解しているから、仏教徒で自分の弱さを白状するから、キリスト教徒で自分の弱さを笑いの種にするから、ユダヤ教徒で自分の弱さを咎めるから、イスラム教徒で、そして、 もし、神が善能なら、私は無信論者だと語っている。ありがとうございます。